東口柏田中駅は千葉県柏市小青田5丁目にある首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの駅である。駅番号は TX14。開業約1年後の駅西側駅前では区画整理事業が進むのある街づくりをテーマに街づくりが進められている地域である。トネ川を背後に古くから 豊かな農地によって育まれてきた緑豊かな地域で、農との交流で作る健康で安らぎのある暮らし、都市と農業の共生を目指す。当地の原始名である柏と旧村名の田中より、計画中の駅名の仮称は柏北部東駅であった。相対式ホーム2面2線の高架駅。高架の軌道が膨らんだことにより、駅になるということを意識して設計された。 外装は、トネ川の流れや魚をイメージしており、断面は、変形楕円の形をとっている。設計は、渡辺誠、試行は、大成、三井住友、松村特定建設工事共同企業体により、行われた。当駅は、大地と宿の間の斜面にあること、田中調節地の周囲庭を越えるために線路が高い、位置にあることから、1階が機械室、2階が事務所、 改札、3階がホームとなっている。2020年度の1日平均乗車人員は5625人で、ある。開業以来の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。つくばエクスプレスタウンつくば、エクスプレスタウン駅西側には、常磐自動車道、南側には、国道16号、千葉県道7号阿鼻コ関や土線が走る。 駅周辺は道路線延線開発の一環として、独立行政法人都市再生機構が開発事業を進めており、駅西側はつくばエクスプレスタウンとして大規模開発が行われており、マンションや新興住宅街が形成されている。また、開発区域の南側は工業団地となっている。駅東側の大室地区は、斜面林が中心ののどかな地域であり、 住宅が点在する。それを超えると、東急不動産によって開発された、計画住宅街、東急柏ビレジがある。当駅は、下佐大地の外れに位置するが、茨城県森谷市方面の利根川沿いは、低地となっており、低地には広大な利根川遊水地や田園地帯が、広がる。付近の地名は、正式には、小青田であるが、地元ではこうだとも発音されている。 柏市立柏病院、三郷フロンテア本社東口に、柏田中駅東口、西口に、柏田中駅西口の停留所があり、柏市田中、不正地区を経由して、柏駅に向かう路線バスと、市立柏高校、野田市方面への路線バスが発着する。従来は、西口のみに停留所があったが、2019年12月9日から、北柏駅等駅、 私立柏高校便の発着便が新設の東口バス停に移設された。出店、ありがとうございます。